赤坂管理官、おはようございます。おはよう。新見君、一人か？ええ、関さんと川島さんは昨日国会議事堂でのデモ隊の対応で御前様でしたからね。今日は午後一で出勤するそうです相変わらず勤勉だな。危険度も低い市民団体のようだから特に警戒の必要はないって言ったのに。まあ総動員で追っていた例の超特大の山がばらけちゃってからしばらく暇続きでしたからね。二人とも勘が鈍らないようとにかく体動かしておきたいんだって言ってました。あ、コーヒー入れますか？あ、頼むよ。それはそうと管理官、確か今日から休みだって言ってませんでしたか？いや、休みは取り消した。休暇中に行こうと予定していた場所が立ち入り禁止になってしまったからね。立ち入り禁止？ああ。
何度見てもひどい話ですね。ポンペイか浅間山の映画を見せられているようです。雛見沢村だけでおよそ2000人が暮らしていたはずだ。それが全員絶望なんて、もはや悲劇どころか悪夢としか言いようがない。お偉方も上に下に大混乱です。閣僚の非常対策本部は救援の準備とか情報統制とかでてんてこまいだし、野党は現内閣の危機管理体制の怠慢を議会で追及するって息巻いてますね。未明に起こった大災害にしては政府はよくやったと思うんですが、異常時にこそ人間の進化が現れるというからな。もっとも、そういう私たちだってあれと違う何かができるというわけでもない。まあそうなんですけどね。それでも人ごとのようにただ見ているしかできないってのは辛いものだな。赤坂君。え？おはようございます、加納さん。おはよう。なあ、新見君、コーヒーはいいよ。すぐに移動するから。今日は休みだと聞いていたからね、ちょうどよかった。相談したいことがあるんだが、ちょっといいかな。え？あ、はい。
悪いね、出勤早々に。時間はいいかい？あ、大丈夫です。それで？うん、ちょっとね。まだここだけの話にしてもらいたいんだが、今朝奥の官房長官が倒れたそうだ。え？病状は重いのですか？すぐに病院に運び込まれたが、現在絶対安静とのことだ。夕方には病状が発表される予定で、数日以内の辞任はほぼ確実らしい。突然ですね。後任は誰ですか？やはり子飼いの梨本副長官ですかね。いや、近いところに聞いた話だと梨本氏も同時に辞任するらしい。後任は今のところ大谷副長官の昇格で調整しているそうだ。え？大谷副長官ですか？しかし、確か大谷氏は奥の派じゃなく今村派の議員だったかと思いますが、よく通りましたね。誰も反対しなかったんですか？まあ、若干の懸念を主張するのもいただろうが、基本的には満場一致だな。信じられない。それに千葉厚生大臣も黙ってはいないでしょう。確か彼は奥野長官とは盟友関係にあったはずです。敵対の派閥に渡すくらいなら、自分の派閥の誰かにそのポストを要求してもおかしくないと思いますが。確かに。それでも党内では差したる反対もなく、すんなりと人事が進んでいるらしい。
だからこそ余計に異様さが目立っているんだがね。しかしそれ以上に変なのは奥の長官だ。入院したのはいいが病名が不明でね。また過労で絶対安静という割には派閥の議員たちが秘密裏に病院を往来している。それは奥の長官の辞任の件、裏に何かあるんでしょうか。わからない。ただないよりもあると考えた方がいいだろうな。あるいはあったか。いずれにしても奥の長官には奇妙な組織がいくつも紐付きでぶら下がっているようだから、明日から私は室長の命令で奥の葉の動向について監視を行うことになった。なるほど。わかりました。早速私の部下たちも招集します。あとはそう早がてんしないでくれ。それなら私じゃなく片岡室長が全体に命令を下しているはずじゃないか。君にお願いしたいのは実は他にも極秘のことだ。これは奥の長官が前回の総選挙で得た政治献金の団体リストだ。そこの下の方を見覚えないか。なんで園崎家が奥の長官に献金を。わからない。奥の長官の地元というわけでもないし、5年前のダム建設反対運動で何らかの斡旋を受けた様子も見当たらない。またそれ以上に奇妙な噂もある。噂？災害だよ。雛見沢で起こった例の。
赤坂、東京へ帰る。もうどうにもならないことです。その災害さ、一晩で村が全滅してしまったというあれのこと。実はあの事件、政府は事前に災害を予測していたんじゃないかっていう噂が出ているんだよ。日時まで特定できるほど詳細に。それ本当の話なんですか？今の科学技術でそんなことができるなんて聞いたことがないですよ。原理は知らない。私は地質学者じゃないからね。ただそれにしては救援活動の初出が早すぎる。しかもレスキュー隊のリーダー格の中には上長の命令でその日の年休を直前になって取り消された者もいるらしいんだ。な、しかしです。もし事前に分かっていたとすれば、みすみす村人全員を見殺しにしたということになります。数にして2000人ですよ。まだ増える勢いだそうだね。それが本当なら天災じゃなくて人災ってことじゃないですか。冗談じゃない。そんなことあっていいはずか。赤坂君、声が大きいよ。すみません。君の言う通り、それが本当だったら大スキャンダルだ。官房長官の辞任とか内閣の支持率とかなんて話じゃなく、国家の屋台骨がひっくり返るかもしれない。だから奥野長官の入院と人事異動は、そいつの真相を永遠に闇に葬るための最終手段だったんじゃないかという疑いがあるんだ。しかし、なぜそんなことが。わからない。だが、タイミングが良すぎるのが、どうも引っかかっているんだよ。未曽有の災害が起き、予知が可能だったと噂が出たのはその数日後。そしてその翌日には官房長官が入院。つまりあの災害はいわゆる人災で、だからこそ予知ができた。憶測の息を出ないが、そう考えても不自然はないだろう。状況から判断すると、野党側の追及を避けるために奥野長官が事件の幕引きを図った可能性は否定できなくもない。なるほど。
それで私に何を？君は以前雛見沢に行ったことがあったよね。覚えてるかい？ええ、もちろんです。政府の災害予知に関する情報は他に当たらせている。君には雛見沢絡みの情報を集めてもらいたいんだ。それから申し訳ないんだが、この件については単身で当たってもらいたいんだ。私一人でですか？ああ、情けない話だが、この件について信用のできる捜査員が意外に少ない。理由はわかるだろう。この前の件もあって、私のところは古い部下でさえどこで誰とつながっているかわからない現状だ。君のところは？いえ、お恥ずかしいことですが。だろうね。そんなわけだから赤坂君に頼みたいんだ。ちょうど火球に関わっている山はないみたいだしね。それも例の件がなくなったせいなんですが。それはお互い様だよ。それに一度とはいえ雛見沢の地に足を踏み入れたことのある君なら、そこいらの捜査員よりも勘とか人脈とかがあるんじゃないか。加納さんにそう言って信頼してもらえるのは光栄なんですが。しかし、大丈夫だろうか。こちらからのつっつきは極力控えるが、見込みがありそうだったら連絡してくれたまえ。それ以外は何か気になることがあった時に報告してくれるだけでいい。留守中の代理は誰かいる？そうですね、川島君に頼みます。彼なら口も固いし信頼できます。うん、雲をつかむような話で申し訳ないが、やってもらいたい。
頼んだよ。わかりました。日波沢か。あなたはさっさと東京に帰った方がいい。でないとひどく後悔することになる。赤坂さん、電話が入っています。内線8番です。あ、うん。どうも、ご無沙汰しております。んどうもどうも、沖宮署の大石です。私のことを覚えていらっしゃいますか？大石さん、そうです、そうです。覚えていてくださって光栄ですよ。覚えてるも何も、ご無事でしたか。いやー、よかった。テレビで見て、ずっと心配していたんですよ。そうでしたか。
いやいや、心配をさせてしまってすみませんでしたね。いえ、大石さんならきっとご無事だと信じていましたから。それより急にどうしたんです？何かご用でも？いやね、実は私今東京に来てるんですよ。どうです、赤坂さん、今日ちょっとだけお時間ありますか？ええ、大丈夫です。私もちょうど大石さんにご相談したいことがあったんですよ。そりゃよかった。じゃあお近くまで伺いますね。どうも赤坂さん、ちっともおかわりありませんな。いやいや、私なんてまだまだですよ。大石さんこそお元気そうで何よりです。ふん、少し顔つきがたくましくなりましたかね。それにお世辞がうまくなった。そんな、本気で言ってるんですよ。そりゃ嬉しいな。で、大石さんがはるばる東京までいらっしゃった理由は？ま、最初にこれを見てもらえませんか？今回の大災害、お悔やみ申し上げます。それは亡くなった村人のリストです。行方不明者も入ってますから正確なものではありませんけどね。やはりダメだったのか？ん？赤坂さん、誰かご存知の方でも？あ、いや、これはもう確定の情報ですか？ええ、沖ノ宮に派遣された救護隊員から内々に渡してもらったものですから。こんな大惨事が昭和のこんな時代になって起ころうとは、痛ましい限りです。全くですが、赤坂さん、それより今回の雛見沢大災害にはいろいろと腑に落ちないところがあるんですよ。腑に落ちないところですか？実はあの事件、政府は事前に災害を予測していたんじゃないかっていう噂が出ているんだよ。
日時まで特定できるほど詳細に。この雛見沢の火山ガス災害がたたりによって引き起こされたって噂ご存知ですか？あ、たたり？何ですかそれは。初めて聞きましたが。なあ、赤坂さんはご存じないかもしれませんがね、雛見沢村では毎年たたりが起こっているんですよ。お社様のたたりが毎年6月に綿流しの日にね。まさかそんなこと。平和がこの村にこれから毎年血なまぐさいことが起きるのに。しかし、それではあのガス災害もたたりだって言うんですか？神様のような頂上の存在がありえない力を振るって天変地異を起こしたと。いやいや、いいんですよ。まともな人間ならありえないって一生に伏すのが普通だし。でもね、私にはどうも気になってしょうがないんですよ。5年目のたたりがあの大災害だみたいな言い方をしている人もいますがね、それは私も違うと思う。5年目のたたりは別にちゃんとあったんですから。たたりは別にあった。ええ、綿流しの村祭りの日に殺人事件があったんです。その犠牲者は富武二郎っていう旅行写真家で、自らの爪で喉を引き裂いての変死。たたりと呼ぶにふさわしい不可解な死に方でした。で、次にその富武氏の恋仲だったという高野って女性が岐阜の山中で行方不明。こちらはしばらく後焼死体で発見されました。何かの偶然ではなさそうですね。他にもまだ続きがあるんですよ。その数日後に古出里香という巫女の娘が殺されましてね。ちょっと待ってください、大石さん。今なんて。古出里香、古出神社の神主の娘です。ああ、
赤坂さんは彼女のことをご存知でしたよね。ええ、5年前のあの時に。私が殺されます。翌日の昼頃に神社に訪れた村の老人たちが古出梨花の死体を発見したんですがね。いや、お知り合いならあまり詳しくは知らない方がいいでしょう。いえ、聞かせてください。死体は神社の境内賽銭箱の脇に寝かされていました。衣服の着用はなく、本人以外の複数の足跡が発見されております。おそらく他の場所で殺害されて神社に運ばれたものと。薬物で昏睡させられてからあの場所へ運ばれ、腹部を切開されたようです。ひどくむごいありさまでした。昏睡、生きながら腹を裂かれたということですか。失礼。凶楽目的の類なんでしょうか。さあ、まだ星は上がっていないんですよ。しかしですね、赤坂さん、私はこれは単なる猟奇殺人じゃないと睨んでいます。ちなみに雛見沢の渡流しのお祭りのことはご存知で。6月の村祭りですよね。布団の綿を川に流すってことくらいなら。雛見沢村のお祭りの綿流しっていうのは、そもそも綿流し、つまり臓物流しから転じたものらしいんです。何でも人食い鬼たちが犠牲者をばらして内臓を川に捨てたという昔話から転じたらしいんですよ。つまり雛見沢村においては内臓を引きずり出すことに宗教的な意味が。で、雛見沢村の昔話によるとですね、人食い鬼と人間が仲良く暮らすための調停者として、お社様という神様が降臨しているってことになっているらしいんですよ。古出梨花はそのお社様の生まれ変わりだと村では言われていました。お社様の生まれ変わり。はい、ですからその荒人神である古出梨花を回復して殺すのは、村の信仰に対するこれ以上ない冒涜行為と言えるわけですよ。つまりお社様への冒涜が起きたということですか。
ねえ、そういうことです。ガス災害が起きたのはフルデリカが殺された晩のことです。それに有毒ガスが発生した沼の名前ご存知ですか？鬼ヶ淵沼って言うんです。鬼？はい、鬼です。日南沢村の旧名は鬼ヶ淵村って言うんです。あれは村名の由来ともなる象徴的な沼なんですよ。この沼の奥底は地獄につながっていて、人食い鬼たちはこの沼から訪れた。なんて話が村人たちの間ではまことしやかに言い伝えられています。すると、お社様の逆鱗に触れて沼から鬼がやってきて村を滅ぼしたってことになりますか？その通りに有毒ガスが発生して村が滅んだ。でもそれはいくらなんでもできすぎてやいませんか？こんなところで驚いてちゃまだまだですよ。さらに続きがあるんですから。村の伝承では、お社様がお怒りになられると地獄の釜が開いて正気があふれ出すなんて話です。地獄につながる鬼ヶ淵沼から正気、つまりガスですよ。それも予言のうちだと？大石さんは綿流しの日に毎年起こっていた日南沢村での連続怪死事件の方はどう捉えていますか？連続事件は存在しないというのが県警の公式見解です。事件に連続性はなく、綿流しの日に毎年事件が起こるというのも偶然に過ぎず、個別の偶発的な事件あるいは事故に過ぎないと。
そして今回の災害も偶発的なものだったと。つまり誰もそこから一歩も踏み出そうとしないわけです。私が東京に来た理由、少しはお分かりいただけましたでしょうか。私、定年まであとわずかなんです。ですから在職中にどうしてもお社様のたたりを解明したい。悲願なんですよ。大石さん、わかりました。一緒に調べましょう、お社様のことを。ちょうど私も雛見沢村について詳しく調べたいと思っていたんですよ。お社様でも何でも徹底的に調べましょう。ありがとうございます、赤坂さん。あなたにご協力いただけると助かりますよ。お社様信仰の背後に何があるのか、事件の背後関係を徹底的に洗いましょう。何か見えてくるかもしれない。そう来なくちゃ。交通課の小村、19号車応答せよ。繰り返す、19号車応答せよ。こちら交通課。もしもし、聞こえてるんだろ。応答してくれたまえ、見ない巡査。ただいま電波の届かない場所でパトロール中です。ご用の方は発信音の後に要件を50文字以内でお話しください。気が向いたら後で返信します。なんつって。加減にしてもらいたいけどね。
枝毛。もう嫌になっちゃうな。シャンプーか。何これ？何よ。今時リンスも入ってないなんて石鹸と同じじゃないの。まったく契約かというか、こんな安いシャンプー使わなくてもさ、彼氏できないよ。すれ違ってもブスーとふてくされた顔してくれちゃってさ、あんたは子供かっての。善と多難だよ、ほんと。おっと、
ちまわればいいってのに。バカ正直なんだから。1年間黙って座ってるだけでも偉くなれる肩書きなのに、なんで厄介事を背負い込むのかな、あの人。父さん譲りかな、あの性格は。それに警察官ってそんなに立派な仕事ですかね。
く勘弁してよね。なんでよりにもよって今日なのよ。仮眠室で横になりたいっての。タクシーじゃないんだからね。空港なんだし、タクシーチケット切らせて経理課で出せばいいじゃない。その声、クラちゃん？どうしてそこに？やっと返事してくれましたね、まどかちゃん。ダメですよ、PS からの無線連絡にはちゃんと出ないと。何かあったんじゃないかって心配するじゃないですか。あ、いや、その、ごめんね。てっきりまた小村課長からの連絡だと思ったからつい。いやいや、ついさっき聞きましたよそれ。でもまあ所長さんも交通課の人たちも気にしているみたいですし、そろそろ仲直りしてあげてもいいんじゃないですか。うん、うん、けどさ、じゃなくて、シシボネで大災害があったってニュースで見て、こっちから何度も沖ノ宮に連絡したのにずっと誰も出なかったじゃない。私、まさかってすんごく心配したのよ。あー、すみませんね、ちょっとごたごたした関係で電話回線がまだ復旧していないんですよ。もっと早く連絡しようと思ってたんですけどね。と
でも無事だったんだね。よかった。テレビでも沖ノ宮の街ひどい状態だって言ってたから。いやいや、まあ正確には災害起こったのってお隣の平見沢村なんですけどね、ひどい状態ってのはその通りです。連絡遅れてどうも申し訳ない。話はそれくらいで、それより、ん？おお、そうでした。実はまどかちゃん、ちょっと私のお願いを聞いてもらえませんか？お願い？何の？今日のそのお迎え、ぜひとも言ってもらえませんかね。お話があるんですよ。未来警部さんに。お姉ちゃんに？そういえば、最近ここもアジア行きの便が増えたわね。あの頃の将来の夢はスチュワーデスさんだったっけ。そんな私が今や父さんと同じ刑事さんか。Thank you.
お母さん、マドカ、しっかりして、マドカ。それに傷が癒えてもあの子は元には戻らなかった。私はあの子の考えてることすぐに分かったのにな。なんでこんなところに。お姉ちゃん。まどか。お迎えに上がりましたよ、美奈次長。
年よく続けてるよね。もう12年も経ったのにさ。まだ12年よ。年号だって変わってないわ。13回忌はこの前過ぎちゃったけどね。大学の時の彼氏ともそれが原因で別れたのよね。よその男に会いに行ってるなんて疑われて。それはともかくとして、この前のことつまんないことなのに大人げなかったわ。ひどいこと言ってごめんなさい。あ、私も調子に乗って言い過ぎた。ごめんね。ないの？お姉ちゃん。え？あんなに昨日までこっちのこと完全無視だったのに。どういう変化？ずっと無視してたのはそっちじゃない？ちょっと落ち込んでるところ。父さんはなんで12年前この柿内空港に来たんだろう。そしてメモになんでそのことだけを残していたんだろう。毎年ここに来ていろんな資料を見て調べたのに全然そのことがわからない。ただのメモ書きだったんでしょ。それに6月だって言っても12年前と今とじゃ同じはずないじゃない。わかる方がおかしいわよ。そうなんだけど。うん、そうなんだよね。ってな想像だけどさ、公安関係だからあれの関連じゃないの？
だよね。空港ができる少し前までは騒音問題だの事故の危険性だのって出て行けって大騒ぎしてたのにさ。いざ規模が縮小になったら全然違うことを主張して手のひら返すんだもん。節操がないったらあれしない。仕方ないわよ。今じゃこの空港で働いてる人も多いんだしね。リストラされて生活できなくなったら誰だって困るわ。むしろ補助金でしょ。せっかくの既得権益を削られるのが嫌なんじゃないの。でもいろいろと水面下で動いているそうよ。政治団体とか噂じゃ大物政治家も絡んでるってことだし、12年前にも公安絡みで似たようなことがあったのかもね。憶測で決めつけても真実は突き止められないわよ。それに父さんの十三回忌まではなんて頑張ってみたけど結局ダメだった。父さんに叱られちゃうかな。中からひどくって。え？私の一人つもか。
お姉ちゃん、歯医者さんまで送るからさ、その前にちょっと付き合ってよ。